はようございます。金の音とともにザリガニ親父が現れました。今日は2月は16日火曜日、高野文夫がバイリンガルでコミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えいたします。英語を今日は4分になりますかね。英語4分、日本語3分といきます。皆さんですね、今日のテーマはですね、森さんのお話の最後にしたいと思います。今日はですね、森様がオリンピック委員会のトップを降りましたが、その降り方がですね、マスコミを使ったりアメリカの外圧を使ったり、とても汚らしい形でですね、森さんをある意味で追い出してます。もう83歳ですか4歳ですかになったその功労者をですね、あんな形で追い出す日本の姿、オリンピック委員会の中にはですね、若者がたくさんいた、しかもですね、フィジカルのエリートがいっぱいいるのに、なんできちっと全場でですね、森さんをもうそろそろ交代してくださいという形にできなかったのかというのはちょっと悲しい話ですね。オリンピックがもう近いというのにですね、こんな形で終わっていく、そのことに関してですね、日本が面々と伝わって、日本にあるですね、禅場、古い人を上手にきちっとレスペクトしながら出すという、その日本流のですね、禅場について最後お話しして終わりにしたいと思います。おはようございます。極寒の行徳は駅前公園、早朝連行太極拳の場からお届けいたします。ただいま毎朝の早朝連行太極拳を終えまして、今ちょうど7時、バイリンガル YouTuber の高野文夫が今日もコミュニケーション上の重要なポイントを一つお届けいたしますが、私のプログラムはですね、ネーミングを変えました。ザリガニ親父のコミュニケーションマスターへの道というのをキャッチにします。ただ聞いてるだけで自然に皆様が名コミュニケーター、コミュニケーションマスターになっていくというブログです。ただ見てるだけです。ただし毎日3分で英語、日本語、バイリンガルで発信しますので、もちろんですね、英語も上手になっていくと思います。今日はですね、森さんのお話をしてきましたが、今日は5回目になりますかね。気の毒なことにオリンピックを頑張ってここまで引っ張ってきた、8年ですか引っ張ってきた森会長がですね、降りましたね。気の毒です。でもですね、私は皆様に言いたいですね、日本人の心、愛、度胸、武士道、どこ行ったんですかって思いますね。森さんが84歳で、ああいう形でですね、気の毒な形で去るわけですけれども、それって日本人の心、日本人の愛の感知から言うとですね、見地から言うとですね、寂しい話だなと思います。今皆様にちょっとお見せしますが、この駅前行徳はですね、行徳駅前公園はですね、周りにですね、たくさんの桜花があります。桜の木があります。3月になるとですね、この花が咲いて、花見の場所なんですけれども、じっとですね、この自然を見てますとですね、老木のですね、葉っぱが今は全部落ちてますが、葉っぱが落ちていった後をですね、じっと眺めてみますとですね、枯葉がハラハラと落ちていった後にですね、小さな芽が出てるんですよ。芽が、それがこの3月4月になると吹いてですね、グリーンになっていくんですが、実はですね、古い葉っぱ葉を押し出す力があるんですよ。ちっちゃな芽がですね、吹いてきてるんです。その芽がですね、老いた葉っぱを押し出すんですよね。
ハラハラと落ちていく古い葉っぱはですね、自然の摂理で落ちていくと。じゃあその落ちていった葉っぱはですね、死骸かなというとですね、死骸じゃないんですよね。散っていった後に生き生きとした青い芽が吹こうとしてるんです。この青い芽とですね、落ちていく古い葉っぱとの間にはきちっとした禅定みたいなものが私はあると思います。果たして森さんをですね、あの若い取り巻きの人たちがきちっと押し出して禅定してったかなと思うと、汚らしい追い出し方だなと思います。マスコミなんかの力を使わざるには押し出せない。皆様のですね、合意のもとにきれいにお送りする、そういうですね、禅定のノウハウがこの国からは失われているなと思ってですね、ちょっと悲しくなってしまいますね。今日は難しい話でしたが、このくらいにしておきます。